お待たせをいたしました。ただいまから、史上最高齢75歳で芥川賞ということで話題を呼んでます。話題は呼んでますけどもなかなか難しいという、AB さんを書かれた黒田夏子さんに今日はお話をしていただきたいと思います。最初何分でも結構ですのでお話しいただいて、それから会場の皆さん、それから、それぞれ聞きたいことがいっぱいあると思いますので、遠慮なく、質問していただいて、進めたいと思います。それではよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。この度受賞できましたことも皆様方のご支援とご協力があってのことと思って大変感謝いたしております。どうもありがとうございました。で作品のことについては、作品というのはもう仕上げてしまいますと書き手とは独立した存在になってしまうので、それをどういうふうに受け止めてくださるかっていうのは全く読む方のご自由だという立場なので、自分の作品についてあまり説明めいたことは申し上げたくないというのが本心なんです。それは読む方の自由な受け止め方というのをむしろ縛ってしまうので、よろしいように読んでくださいというのが私の立場なので、あまり説明はいたしません。でただどこに行ってもやっぱりよく似た質問というものはお受けするので、多分今日もその3つか4つの、例えばなぜ横書きにしたかとか、ひらがなが多いのかとか、読みにくいではないかとか、むしろ質問というよりは苦情かもしれないんですけれども、そういうことについて多分お話しすることになるんじゃないかと思います。そういうわけで私の方から特に何か申し上げたいことはなくて、本当に作品というのはもう書き手の手を離れましたら本当に自由に受け止めてくださっていい。例えばいわゆるテーマとかこちらの主張とかそういうものがある作品ではなくて、本当にある通りの作品をそのまま受け止めていただけたら一番嬉しいと思っておりますので、こちらからはこれ以上別に説明はいたしませんけれども、どうぞ何でもいろいろご質問をなさってくださいます。はい、それじゃあ私の方からいくつかのご質問をもう先に、先取りされてしまったんですけども、一つは横書きの話なんですが、やっぱりそれはちゃんときちんと聞いておかなければいけないということで、私たちやっぱり縦書きに慣れて、私も本の書評してるんですけども、横書きだと最初からもう排除するんですね。これだいたい専門書で、横書き、読みづらいなとこういう感じなんですね。そうすると横書きの効用っていうのは一体何なのか、なんとなくみんな私たちは縦書きに慣れてるんですけども、小説というのは縦書きだという観念がある。そしてだんだんもう横書きっていうのは読みづらくなってる、あえてそれを壊したいというお気持ちもあったでしょうけども、縦書きではない横書きの効用というのは一体、効用といいますかその効果、いろんなことをお考えになったんでしょうけど、まずそこから先に、お聞きしましょうか。はい、はい、あちこちで同じ質問を受けたりしましても、結局私自身あまり整理して上手に申し上げることはできないんですけれども、それと今日お集まりになった方というのは今まで経験した中では皆さん割にご年配の方が多くて、ということは私としては今まで大体一世代か、もうひょっとすると二世代、孫の世代の方
とに質問されてお答えするっていう形の方が多かったんですけれど、むしろ似た年代の方もいらっしゃって、同じような時代を経ていらっしゃるので、かえって分かりのかどうかよく分かりませんけれども、結局昔は日本語は縦書きである、どんなものでも縦書きだというのがごくごく普通でございまして、それがどん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 横書きの方に行くことに、もうこの30年かそこらっていうのは急速にワープロとかなんとかから始まりまして、横書きの方が日常目にする文章っていうのはむしろ横書きの方が増えてきてしまった。それなのになんでこちらが横書きの方を出すと非常に抵抗を持たれてしまうかって言いますと、文学作品は縦書きであるっていう非常に強いなんか習わしいって言いますかが残っていまして、教科書なんかも全部もう横書きになっているのに、国語の教科書だけ縦が残ってるとか、そういう形で今むしろ世間一般で考えると横書きという方が普通になって、昔の縦書きみたいに逆転してしまいまして、その中で文学作品だけは縦だというのがずっと残ってしまって、でそのために昔のように無色透明ではなくって、縦であるということがむしろ特殊なサインになってしまって、これは文学作品ですよという形になってきてしまって、でそういう中でそれではそれは単に習わしいというかそういうものだと思いますので、じゃあそういうものにまつわるなんか悪い言葉で言えば文学集といいますか、そういうなんか上書みたいのを一度白紙に戻してしまいたいというので横書きをやってみようと思って、でその辺は無名でしたので非常に気軽にやってみてダメだったらやめられる、でやってみようと思ったのがもう30年ぐらい前なんですけれども、で横書きにしてみたところ、自分としては自分の資質またはその時書こうとしていた作品にはそれが非常に合いましたので、でその後ずっと横書きを続けることにいたしました。だから結局つづめって言えばそういう縦書きというものにむしろなんか非常に特殊性がまつわるようになってしまったので、それはちょっと一度やめてみたい、それを利用する立場もあってもちろん構わないし、これから申し上げることを全てについて言えることですが、私は何も横書きにしようと提唱しているわけでは全然なくて、私はたまたま自分のその時やろうとしていることに横書きにしてみようということが似合っていたからやったまででして、横書きがいいですよではなくて横書きもあっていいではないですかという、もっと多様であってもよくて、何かなんとなく文学作品は縦書きというそういう習わしは乗らなくてもいいのではないですかという、ただそれだけのことでございます。確かに文学作品そうかも、縦のものを横にしないっていう感じがずっと、ね、あったと思うんですけども、今自分の作品に横書きの方が合ってるっていう自分がね書きたいと、はい、そこはどういうことなんですか、自分の書きたい自分の文学世界っていうのは。はい、はい、やっぱりなんか非常にそういう よくあるっていうとおかしいですが、それまでの文学的な上書みたいなものに自分は乗りたくなくて、もう少し違うもの、今までになかったようなものを言葉にしたかったので、そのために書き方も一度変えてみたらどうかと思ってやりだしましたら、自分には似合ってると、まあ実際やってみてのことでありまして、横書きがいいのではないかというふうに理念として思ったわけではございません。私インタビューかの下重さんかどなたかの中に、はい、その情緒を排すると、はい、おそらくこの
ウエットにならないというか、はい、ということだと思うんですけど、これやっぱり縦だとウエットになるんですか？いや、そう、特にそうだと思いませんが、なんとなく縦でそういう上昇が醸しやすいというか、読む方でもなんかそういうものだというのが、しきたりというか習わしみたいなものができているような気がしまして、一度ちょっと白紙に戻したい、うん、そうかって別に作品というものに一切上書があることを排除したいと思っているわけではないのですけれども、うん、自分はやっぱり今までにある作品はそれはそれでみんな素晴らしいけれども、そこにまだ言葉にされてないものを言葉にしたいっていう自分の欲求がある、わけですから、そのためにはやっぱり書き方自体も習わしを一度捨ててみてやってみようというふうに思ったわけです。言葉は極めて控えめで、決して別に横書きにしろと言ってるわけではないとおっしゃりつつも、かなり今の状況を壊したいという強い意志は感じられるんですけども、もう一つこの仮の問題ですね、はい、で私たちは改めてひらがなの持つ、まあ、不思議さというか、非常にいろんな形で意味というか想像、そういうものが膨らませることが可能なんですけども、一方で非常になかなかひらがなってのは厄介だなという感じもするんですね、はい、で私事なんですが、私の家内がくも膜下出血で倒れて9ヶ月になるんですけども、最初にひらがなを自分で画用紙にあいうえおから全部書いて覚えさせようとしたんですよ、はい、ところが一番ひらがなが難しいんですね、漢字の方が分かるんですね、これ、はい、と思って、日本人は優しい漢字 をむしろ、まあ、を乗り越えるためにひらがなを作るっていう難しいことをしたんだなってつくづく思うこの漢字とひらがなの関係、まあ、関係というか、ここはどういう具合にこの中で、これもおそらく何かを打ち壊そうというお意図があったんでしょうけども、別に壊そうという意図は全然ありませんで、私は何でも何か新しいことをしようと思うと何か壊したいのかという、これは全く誤解でして、私は作ることが好きなんです。で今までなかったものを作りたいと思ってるだけで、何かを壊したいわけではありません。それはまあ一つ今のご質問とは外れたことですけれども、ともかく何か作りたいのであって、否定しているわけではまるっきりございません。でなぜひらがなを多用するか、まあもともと漢字っていうのは表意文字ですから、一文字目に入るだけで皆さんこう意味を感じ取ることができる。だから普通ですと速読って言いますか、走り読みをして全体のこう全体の概要がつかめれば良いような実用書とかそういうものでしたらば、本当にページの中から漢字を目が拾うだけで、このページは何をだいたい言ってるかっていうのが分かるわけですね。でそういう読み方に慣れてますけれども、まあ作品の言葉っていうのは本来たとえ漢字が多かろうとなんだろうと、一語一語たどっていただくための言葉で、言葉のそもそも使い方が実用書とは別のものであって、作品の言葉っていうのは一文字一文字どうぞたどってください。そのためにひらがなが多いと飛ばし読みっていうか走り読みができませんので、嫌でも一語一語たどっていただけるだろうと、まあそれがだけが目的なわけではありませんけれども、それも一つありまして、その代わり流れみたいなものを非常に大事にはしているつもりなので、どこでカンマが来るかっていう、その言葉の流れのようなものに乗ってしまえば、非常に語の切れ目もいくらひらがなが続きましても、それほど読みにくくなくたどれるようには工夫はしてあるつもりでございます。目で追うよりも音で出して読む、で私もいろいろ実験してみたんですけども、しかも
朗読っていうかその音で出す時もゆっくりではなくてむしろ早い方がなんとなく分かるみたいなね。そうかもしれない、その方が流れに乗れるんだと。そうでしょう、ね、はい、そうじゃないとまたあれ前にどうだったっけかなという話になっちゃったり、だからね、いろんなこの読む人間にこの負担を強いるっていうか、はい、すいません、いやいや、あのいろんな実験をねさせるという、なかなかこのね、なんていうかこの罠っていうかその考えた企みというかその企み相当あったんですか。いえ、あのこちらはそういうことを企んだわけではなくて、結局自分が今まで誰も言葉にしなかったものを言葉でなんとかこう捉え込みたいと思っていろいろ工夫していった挙句、結果としてこういうふうにだんだんなってきたので、自分で何かそういうあの企みをしたわけでは全然ございません。結果的なものだと思っております。あの情緒は情緒的じゃないっていうなんですけども、の家事係っていうね、はい、この人に対する気持ちっていうのは相当あれですか、なんていうか強い、ずっと残ってたものがあったんですか。それはまあ、 あの作中の人物なんですけれども、ね、そのまあモデルっていうか、例えば、その人物がというよりも非常にこう密着した人間関係の中に外から入ってくる、はいはいはい、あの別の人物っていうようなそういう関係性っていうものは意識しております。ただそういうのを結局あんまりその情緒的に捉えるとどうしようもないあのことなんだと思うので、そういうものはあの全部切ってしまいたいっていう感じがあります、うんうん、75歳で芥川を受賞と、こういうこのそう、まあ、出版社も当然そういうそのことを喧伝するんでしょうけどこういう現象に対してはいかがですか。あの年齢のことというのは本当に別に年を取りたくて取ったわけではありませんのであの年齢のことばかりで話題になるということは、まあ、もちろんあの自分としてはあまりありがたいこととは思っておりませんけれども、ただあのもちろんそれがきっかけで、うん、あの作品を読んでくださる方があるならばそれはそれで構わないと割り切っております。あの別に何十年もあのなんか日陰にいたっていうかそういう状態っていうのは自分で望んでしたことではありませんので、たまたま75歳になってしまいまして、あのそのことが話題になることにはあの自分としてはもちろん抵抗はあるんですけれども、仕方がないことだともう諦めておりますあの私の同僚の編集員が尾崎真理子って言うんですけども、こういう、表をしてですね、これは横書きされた古文として読めばいいと、まあその清少納言を念頭に置いてるんですけども、そしてなぜこういうものをお書きになるんだろうと、そこは私はその75歳にこだわったのは、おそらく生まれたのがまあ、 あのちょうど小学校中学年あたりが敗戦を迎えて、はい、ちょうど境目の時で、そしていろんなあの古典に対しても漢文の知識もあり、で戦後のしかしその教育も両方分かっているとというそういうものがあのこういう作品を生む背景にあるのではないのかという、うん、なるほどなと思われるような分析をしているんですけど、この見方についてはいかがですか。はい、あの確かに非常に関係があることだと思ってまして、あのさっきひらがなの話の時に一つ言おうとしましたが、なるべくあの語源に遡りたいという意識が非常にありまして、ということはつまり普通のごく普通に使う動詞っていうのはみんな見るだとか取るだとか、非常に漢字を当てはめますと5つも6つもいろんな漢字をこう当てはめて、それで非常に意味的には正確になるかもしれないけれども非常に制約してしまう感じがあって、むしろ語源っていうのはもう単純に取るとか見るとかいう言葉なのだから、うん、あのその通りあのひらがなで書いてしまえば、うん、どうとでも取れるし、またあのある作品を読んでいればもちろんあの
かなり限定した誤解のない意味で取れるわけですから、それもあのひらがなにした一つの理由でもあるくらいで、あの語源に遡りたいという意識は非常にありまして、それがそういうあの結局そういう見るとか取るとかというのは平安朝からずっと引き続いてある言葉でして、それがそういう古典というような連想も生んだんだと思いますし、それはそれであると思います。それとそのいろんな時代を経てきたということに関しては、私小学校3年生で終戦でございました。で5年生で旧仮名遣いから新仮名遣いに変わりました。で5年生っていうともうあの結構染みついてまして、完全に旧仮名遣いが正確に使えるようになったところで、いきなり今度学校教育が新仮名遣いっていうのに変わったわけです。で中学ぐらいのところで東洋漢字の制定っていうのがありまして、あのそういうふうにあの言葉っていうものがごく自然に話していて自然に変わっていくのじゃなくて、何か一種のお役所仕事のようなもので上からあの今日からこうなるんだみたいなので押し付けられたという経験をずっとしてきました。その後も東洋漢字っていうのは常用漢字になったり、からなんかあの漢字もいろいろ増やしたり減らしたりなんかいろいろありまして、そういう外からいろいろ変えられるっていうことをずっと眺めてきましたので、それは私としては逆にああこれは別に本質的なことではなくて、自分で個人が勝手に選んでいいことなのだと、あのこれは別に法律ってはそういうことではなくて、あのまあそう決まるけどそれまたいつかあの10年20年で変わってしまう制度に過ぎなくて、ですから命名が自分の言語感覚であの自分の原則というのを見つけて構わないんだっていう、むしろ非常に自由にできるんだっていう方向でその変化を受け止めました。まあおそらく教育の基本はできるだけある方の中で、同じようなことを学ばせながらある一定程度の水準を保っていくっていうことなんでしょうけども、そうやって見るとね、さっきの横書きといい、ひらがなといい、今の語源に遡るっていうことといい、この小説はある意味では壮大なる革命実験ではないのかと。ということさえ次第に思ってくるっていう感じがするんですけども、いかがでしょうか。まあ、あのそういうことを結局したいと思ってるわけではなくて、今まであるものを全部あのとても素晴らしいものだと思って肯定した上で、それはもうあるんだから、自分はそこではまだあの言葉にされていなかったものを言葉にしてみようという方向で努力することが自分にとっては意味であって、もうすでにあるものをあの似たものを書くのでは自分はそのことには熱中できないなという感じがありまして、別にだからあの先ほども申し上げたようにそうするのがいいとかあのそれを推奨しようという気は全然ありませんで、私にとってはこれが一番似合ったやり方だというので選びまして、であのこれもあっていいではないか、もっといろいろあってはいい、あってもいいのではないか、全然その習わしの中にいる必要はないだろうという、そういう意味でございます。はい、あのおそらくいろんな書評の中でも選評の中でもこの小説の佇まいとかいろんなこの形式についてはいろんな評価というか議論があるんですけども、一体何を書こうとしたのか、ここで、まあ一人の人が成長していく過程の中での父親との関係、いろんなあるんでしょうけども、そのことはまあ普通小説をこの評価するときには少しぐらいはあらすじなんていうのはね紹介しながらやってるもんですけど、ほとんどあらすじを紹介してるところ、おそらくあらすじを紹介するのは難しいと思ってるからやってないんでしょうけどね、その一体作者は
新しい試みを使って本当に描きたかったのは何なのかという、そこのところの奥底までこう言っている論評があるのかという感じがするんですけど、その点はいかがですか。はい、作品という作品を作るっていうこと自体が目的なので、うん、その作品で何かを伝えたいと思ってるわけではありません。うん、ですからテーマとか、もちろんストーリーみたいな、ストーリーとかキャラクターとか普通小説というものを読むときには、それを読み取ろうと思ってお読みになるわけですけれども、この作品の場合はそれはもう全部ただ材料でして、どういう人物配置になってるかとかそういうことも全部一種の材料で、で出来上がったこの作品そのものをそのまま受け止めてどうにでも取ってくださいという立場でおりますので、あらすじというのはむしろ書いていただかないことがありがたいことだと思っています。あらすじで言ってしまうとちっとも面白くももちろんありませんし、はい、キャラクターに魅力があるわけでもありませんし、そういう小説の読み方ではなくて、本当に一語一語に乗ってっていただくと全体というものが多分受け止められて、そしてどうぞご自由に受け止めてくださいませという立場でおります。ただその場合いろんな生き方があると思うんですけども、なぜ書くのかっていう根本のね、のところに行くんですけども、誰が読む、どう読むかは全く別にして、自分はしかし自分のこの思いを小説という形で表したいと、そういうものが、そういうやむにやまれぬ気持ちが一つの作品になって昇華するとということだってあるんですよね。はい、その点についてはどうですか。はい、出来上がった作品の形がそのまんま多分私が、読み手の方にこう受け止めてほしいものでありまして、それはそういう形にしてみないと自分でも別に分析できることではなく、そこにあるものがあるのだと思っておりますので、これで気が済んだと自分が思うということは、何かその今まで自分でも言葉にできなかった、自分でも見えなかったものがそこで見えた、でそれがそこに、それを読めば常にそれはなんていうか立ち現れてくる、けれども、それを離れればまたそれはないものかもしれないんですけど、ですから何かこういうことを伝えたいとか、こういうことを主張したいとかいうものは一切ありません。はい、わかりました。それでは会場の皆さんから、ちょっともうご遠慮なく質問してください。はい、どうぞ。はい、共同通信の上野と申します。どうもおめでとうございました。私からこのご辞書決定されてからこの間にですね、いろんな文芸誌ですとか新聞などでですね、作家の方、批評家の方、また翻訳家の方がいろいろな読み方をされて、本当に自由に受け止めているという理想通りの形になっていると思うんですが、また対談もされていらっしゃいますね。このご辞書決定されてからこれまでのそういった受け止められ方について、黒田さんご自身が何かこう刺激を受けられたり、こういう読み方もあるのかというふうに発見をされたりしたことがありましたら教えていただけないでしょうか。はい、いろんな方がいろんなふうに言ってくださったっていうことが私としてはやっぱり一番嬉しいところで、一種類ではなくていろんなふうに言っていただけて嬉しかったです。で
例えば蓮見さんとの対談なんかだと本当に細かく読んでくださって、うん、びっくりするほど細かいことをおっしゃってくださいましたけれども、例えば初めの方で小金、小さいに金銃の金と書きまして小金と私読ませてるんですが、これを蓮見さんとしては早稲田文学の授賞式の時に暗記してくださったんですね、冒頭のところ。ところがそこの賞金というのが出てくる前でおやめになった。なぜかというと、これは小鳥と読むべきか賞金と読むべきかって自分は迷ってしまったので、そこでやめたのだというようなことをおっしゃってくださったんです。で、私はもちろん小鳥と読むならばひらがなにしてしまう人間ですから、もしかしたら小さいは漢字で鳥がひらがなに、それが私のその仮名の使い方の原則なんですけど、それをあえてそういう漢字を使うことで、ここは賞金と読ませたかったっていうようなことを、そこまで蓮見さんは細かく読んでくださってとてもありがたいと思いました。で、そういうふうに私としても、それから読んでくださった方の中でもひらがなが多いので、かえって漢字とか漢語の美しさっていうのを改めて感じたという逆の感想もいただいて面白いと思いましたけれども、そういうふうに普通日常的に使っているのとはちょっと違うふうに読んだりすることで、またそこで一種言葉とはっていうことを読み手の方も一つ一つこう問い直されてくださるっていうのは大変嬉しくて、そういうふうに例としてはそういう賞金とか、後の方で肘、秘密の日にことと書きまして、それも私は肘とそこは漢語で読みたかった。そこも蓮見さんが指摘してくださいまして、例えば姫ごとと読むならば当然姫ごとっていうのはひらがなにいたします。それをわざと漢字にしたのは肘と読んでほしかった。で、そういうことをまできちんと受け止めていただけたので、蓮見さんの対談っていうのは大変私としても面白かったです。さっきも始まる前にもちょっと話題になったんですけども、ひらがなと漢字、今のお話でこう読んでほしいと思うからそう書くっていうこともあったんでしょうけども、例えば何年という年はひらがななんですね、はい、ね、はい、でおそらくそこにある種じゃない、おそらく確固とした原則がご本人の中では終わりのようでですんで、はい、なぜ、ここはひらがなでここは漢字、ということのその大きな原則みたいなものもちょっとお話し願いますか。はい、はい、今おっしゃった中ですと、例えば数詞ですね、何年の年とか、うん、何人の人とか、うん、そういう数詞みたいなものは全部ひらがなにしてます。それはつまり数詞も含めて一種の付属語的なものっていうのは大体全部ひらがな方向で、複合動詞なんかでも後に来る方っていうのは大体前に来る動詞に意味を添えてるような感じのものが多くて、まあ複合動詞の場合はもちろん均等に両方に意味があるものもありますけれども、後の方の動詞が前のものに意味を添えているような、そういう副詞的なものはだいたい開くっていうのが原則でございます。でから、学校とかそういう耳で聞いて誤解がない日用語したものは漢語といっても、まあ別にものの名としてごくごく日常語なので絶対誤解がないので、これはひらがなにしてしまおう。全体としてもちろんさっきの語源に遡りたいっていうことも含めてひらがなへっていう方向は結構あるんですけれども、うん、その中で特に目立たせたい言葉とか、それから対語になっているものの片っぽが漢字でしたら片っぽも漢字でないと、なんか全体として整合性がありませんので、例えば中なんていうのは割合むしろ今は開く方が多いんですけども、それをわざわざ漢字にしてあるのは上とか中とか下とか、上や下をだいたい漢字にしているので、それではそれと対になっているようなものは漢字の方がいいとか、一語一語について選択はしていて、必ずしも一本で通せなくって、その辺まだ
これでいいというふうなまでの原則はできておりませんが、大体自分としては決めてやっております。そうするとそういう形になるまで、まあ、そもそもこの作品にどのぐらいの年月を要したのかというのが一つありますね。それから、はい、おそらくその間にこういろいろ再構成するというか、はい、当然ながらひらがなにするか漢字にするかということもお考えになったんでしょう。で、それはどのぐらいこう再構成されたんですか。どのぐらいかかって。はい、今回の実は受賞作のエビサンゴというのは初め新人賞に応募した時にそこの規定に合わせて100枚という規定でしたので100枚にいたしまして、その原型になる元のものっていうのは3倍ぐらいの長いものでした。だからその頃から私がだいたい書いていく時順に書かない人間なので部分的にこう書いていってで組み替えていったりする人間で、頭冒頭から順に書いてるわけではありませんので、うん、別に何ていうか何度も何度もやり直しやり直しをしまして、特に元のはもっと長いものでしたから、それ自体はもう本当に 7,8 年もかかってると思います。うん、産後についてはいろんな人がいろんな勝手なこと言ってますね。これご本人の中でどういうつもりだというと、これまたなんか手品の種明かしみたいなもので全然つまらなくなるから、まあそれは聞かないことにしましょうね。いや表面的にはどういうふうにして作った言葉かっていうのはもちろん構わないんです。で、それだけではなくて、もっといろんなことを連想していただけたら嬉しいとは思っておりますけども、表向きは単にまあ、読んでらっしゃる方も3分の1ぐらいはいらっしゃると伺いましたけれども、冒頭のところと一番終わりのところで A、B っていう言葉をきちんと出してありまして、はい、うん、はい、A か B かっていうその選択肢としての A、B なんですね、はい、でそれは作品の中できちんと書いてありますので、表向き A、B っていうのはそういう分かれ道っていうか選択肢の意味で使っております。で、サンゴというのもむしろ今日はご年配の方が多いのでサンゴっていう言葉を誤解なく分かってくださるんだと思いますけれども、今なんか海底写真というものができまして、サンゴって生きたサンゴのことをすぐ連想なさるらしいんですけど、私としてはこう骨格だけが波に打ち上げられているようなこうやっぱり枝分かれしていく、次々枝分かれしていくようなサンゴの姿というものが AB というその分かれ道とつながっていて、一番表向きの意味はそういう選択肢とか分かれ道という感じで AB サンゴっていうのをくっつけまして、で ABC の C っていう、こう S 音がありますので、ちょうどサンゴになんとか接着できるかなと、その辺は結構無理やり接着してる感じなんですけど、英語でコーラルっていうのも C で始まりますし、 ABC っていうところでちょうどアルファベットとひらがなとがそこでなんとかつくかという感じで、一番表向きの意味はそういうことでございます。はい、どうぞ。個人会員の村野と言います。お話伺って大変分かりやすく、また素直な方だなと思いました。実は10日ほど前にから読み始めたんですが、3分の1ぐらいで休んでしまいまして、ちょっと二度とそこへもう一度戻るという気がしないです。正直なところ、申し訳ありません。で、まあ、長いこと文章というものを扱ってきまして、私はまあ新聞の出身ですが、文章というのは正しく分かりやすく、さらにできれば面白くというのが、まあ、要諦であるというふうに、まあ、教わりですね、まあ、自分でもそうやったつもりであり、かつ若い人にもそのように伝えてきたつもりです。まあ、そういう点からしますとですね、
つまり伺いたいのは、この物を書いて世に問うということの意味ですね。つまり、まあ、どうぞ解釈読み方はご自由にと言われてもですね、そこへとその読むということに届く前にですね、諦めてしまうと、たんではですね、ちょっとどうかなという、まあ、これは私の考え方なんですけども、つまり書いて世に問うということの意味をどうお考えになるのかということをお伺いしたいと思います。はい、そうですね、世に問うかどうか分かりませんけれども、結局非常にとっつきにくいというか、初めは読みにくいとおっしゃる方が多いので、こういうものは多分商品にはなり得ないものだと思って、結局50年間ぐらいもそういう賞への応募とかは諦めてました。でそれよりも自分がなんか言葉で捉えたいものを捉えたいっていう欲求の方が強かったので、食べるための職業は別に持って、で作品っていうのは本当に自分が気が済むようにやってみたいっていう方向で50年もやってきたわけなので、ですから確かに今に至ってもそれを読んでくださる方にとっては非常に読みにくいというか、途中でやめてしまわれる方も多いのかなと、それある意味では仕方がないと思うんですけれども、今回皆さんおっしゃってくださったのは、途中までは非常に読みにくかったけれども、この作品の読み方というものがどういうものか、一種の道案内みたいな、案内図みたいなものは作品というものは内包しているものだと思うので、それがつかめてくると乗れてきて、あとはどんどんスピードが上がりましたという方が結構多かったんです。ですからそれは一番ありがたいことで、初め普通小説を読むっていうとテーマとかストーリーとか人間関係とかどういう人物像かとか、そういうものを読み取ろうと思ってお読みになると、確かにもう全く読みにくくって、雲をつかむようかもしれなくて、わからないっていう反応になるんですけど、一期一会ただもう全く特にそういうことを読み取ろうという意図なく乗ってきていただくと、ある時スピードも出るし、なんか分かってくるというか、その作品の受け止め方が納得できてくるという方が結構多くて、それがはとてもありがたいことで、極端に言うと2度目に分かったっていう方結構多かったんです。1度目はとっても読みにくくって、非常に努力して読まなきゃならないから、ある意味では取材にいらっしゃる方なんかは皆さんそういう義務感から読んでくださる方も多いわけですけど、でそうやってでも一度最後まで行ってみて最初からたどり直すと、今度は非常に分かりやすかったっていう方が多くて、それはやっぱり作品自体にある程度案内図が内包されていたのかなと思って、そういう反応は一番ありがたいことでした。でただ本当に初めから受け付けないという方がいらっしゃるのは、これまあ仕方がないのかなと思っております。はい、今のご質問に関連して思うのは、なぜ分かりやすく書かないのかという質問の全く逆に、なぜこう書いても人は読むのかという、これはまあ芥川賞をもらったから読むんだとということは当然あるんでしょうけども、しかしそれはいろんな導入はあり得るんであって、でしかし関門は非常に険しい関門だけど、中に入っていくと意外にその広大な何かが広がってるっていう、こういう予感をさせるという感じもしないでもないで、むしろにもかかわらず読む人がいるとということの意味っていうのは何なのかっていうことも考えさせられるっていう感じはするんですけどね。それで今の後半のご説明でそのことがよく分かりましたけども、あといかがでしょうか。どうぞ。なんか生活は随分変わったんですか、やっぱり
いろいろ取材が入ったり、この2ヶ月ぐらいっていうのは変わったというか、ただこういう状態っていうのは本当に臨時的なものだと思ってまして、長く生きてきましたから、なんかいいことでも悪いことでも 2,3 ヶ月なんか本当に臨時的なことがあるのはこれは致し方ないことで、また元に戻って静かに一人でものを書くしかない人間だと思っております。どうぞ、2回目でいいですよ。はいはい。たびたびすみません。芥川賞受賞されると習わしということで、次の作品が期待されるということがあるんですけれども、以前に書かれてまだ出版されてない漢字体の踊りという作品、あとはもし編集者の方が来られたら次の作品は10年かかりますよというふうにおっしゃられているそうですけども、この2つの行方についてですね、私自身も大変気になっているところでして、どこかの出版社の方で10年待ちますのでぜひよろしくお願いしますというようなことがその後 ありましたでしょうか。10年待ちますっておっしゃってくださったかまだないというか、私自身が10年生きてるかどうか怪しいので、それはもうそういうあれではないんですけれど、それとだいたい前の作品仕上がってから今だいたい 2,3 年目に入ってますんで、あと 7,8 年からと引き算すれば思ってますけれども、そういう話はまだ来てませんけれど、前のその今おっしゃってくださった漢字体の踊り350番というものなんですけれども、それはまだお話途中で決まってません。私としては本当に受賞第一作っていうものをすぐ応じて書ければいろんな意味で一番いいんでしょうけれども、確かにそれはすぐに書けるようなタイプじゃないんで、前に書いて日の目を見なかったものをなんとか本にできたらと、それは一番強く思っております。ものを書くっていうことと日常の、糧をやるっていうこと、いろいろ音楽事務所に勤められたり、タオルの問屋で働いたりいろいろされたようですけども、そのこととこの書くということとの何というのか、なかなか大変だと思うし、生活の糧を得ることは束の間の、ある種の手段として、しかしずっと自分が思い続けていることがあるって、この関係というか、それはこれまで生きてこられてどういう具合にお考えですか。はい、本当にそれは両立しがたいことで、とにかくあんまりそうエネルギーのある人間ではありませんので、両方やるっていうのはとっても大変は大変でしたけど、で初めはとにかく自分が物を書いているので、あんまり文字とか出版とかに関わるようなアルバイトっていうのはしたくなかったんです。で本当にそれこそタオル問屋でタオルを畳んでのし袋のし紙をかけてとか、そういう手作業ですとか、事務員って言ってもなんか全然コマーシャル音楽の作曲家の事務所とか、本当に無関係なところを選んで若い頃はやってましたけれども、その後30過ぎましてから構成業が長いんです。でこれは関係があるといえば関係があって、ある意味ではこれはおそらく作品の表記なんかにも関係してくるのは、あまりにもその構成やってますと、そういうさっき言ったような漢字の使い方とかなんか決まり事が非常に多いんですね。でそれがあんまり本質的ではなくて、これはもっと自由に考えていいんだと、その仕事としてはちゃんと先方の要望に応じてどうにでもやりますけれども、ただそういういろんな方のいろんな言語感覚っていうのを触れてきて、ああこれは自分は自分の原則を決めていいんだというふうに、むしろ自由になっていいんだという方向に受け止めたっていう意味で、構成業っていうのはやっぱり非常に影響もしたと思います。はい、どうぞ。
D 会の坪田と言いますが、ちょっと聞いてみたいのは、私よりもだから十いくつ上なんで、私は記者時代に、ワープロを使い始めて、今はパソコン、ほとんどパソコンで書いてますけど、多分年上なんで、最初の頃はずっと手書きだったと思うんですけど、その道具の変遷、だからその最初はどういう形で書いて、例えば原稿用紙とか、あるいは便箋とか、チラシの裏に書いた人もいるみたいですけど、そういうその道具っていうのは、その何歳頃から何を使い始めて、今はどういうスタイルで書かれてるのかと、はい、もう一つは、どういう時に構想が生まれて、書く時間帯は夜ですか、朝ですかって、その2点を聞きたいんですけど。はい、書く道具というか、未だに手書きでしか書きませんし、今後ともおそらく私は手書きでしか書かないと思います。ワープロのようなものは、例えば人様にお見せする時の清書機能としては優れていると思いますけれども、自分がものを書く上ではまるで私には合いませんで、例えば訂正して元の文字が消えてしまっては困るので、きれいに訂正されてしまっては困るので、一番初めの発想から全部こう線で消して残ってるっていう形の方が自分の書き方には合っていますので、とにかく手書きでもうずっと70年間手書きで書いております。で、その用紙についてはこれも一種の習わしで、400字詰め原稿用紙っていうものに書くものだと、その10代の頃には周りがそうでしたから、小説というものは400字詰めの原稿用紙で書くものだっていうような、そういう中に初めはいましたけれども、書いてるうちにこれは自分には合わないということが分かりまして、というのは大体1000字程度はこう 見渡しが効きませんと、自分の文章の流れがつかめないので、400字っていうのは活字の出版っていうか印刷にするときに便利な一種のこうマスのような測り方かもしれませんけれども、自分の文章を見渡すのにはちょっと短すぎるんです。だから書き直さないで済むためによく200字をお使いになる方なんかもあるんですけれども、なおさらその細切れになりまして、私の場合一つのセンテンスがやたら長いということもありまして、200字ではもちろんダメだし、400字でもとてもこれでは見渡しが効かなくて、1000字ぐらいは見渡したいなというところがありまして、でだんだんある時期、そういう出版関係のアルバイトしてまして、構成とかしてましたので、自分で好みの光景の引いた原稿紙作ってもらったこともあるんです。だいたい1000飛び20字でした。34字の30行だとそのぐらいになるんですけど、なんかそういう原稿紙作ってもらって、それで書いてた時代が長くて、それから一番最近は5ミリ方眼の方眼紙、縦横に5ミリでこう径が入ってる市販のものを、それをこう一行おきに書いていくんですけど、それを今使うようになってます。はい、構想というのは一度にパッと浮かぶわけではなくて、なんかだん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 醸成されてくるものなので、いつとかなんとかっていうことなくて、大体一つが割合長いものですから、前の書き終わる頃にはこうもやもやっと何か形にならないものが浮かんできまして、それをだん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 自分でも認識できないのを書きながら形にしていくんですけれども、ですから非常に長い間にだんだんにという感じが多いので、いつというようなことはあまりありません。で、から夜とか昼とかの朝とかそういうのも結局そうやって長年食べるためには別の仕事をしてきましたから、とてもそういう贅沢は言っていられませんので、時間がありましたらそれに使える時間がなんとか作れたら、そういう時に書くしかないという感じです、うん、どうでしょう。
これからもずっと横書きで。はい、あの横書きはやってみたところ自分に合うということが分かりましたので、多分次も横書きのつもりでおります。しかし今14万部ですか。これが50万部になるともうタオルやる必要ありませんね。あれどのぐらい入るもんですか、14万部で。ご本人に。ああそうですか。ええ、そう、まさらに。なるほど。どうぞ。また時間もあります。はい、志田さん。日本テレビの石田と言います。あんまりにも報道が激しかったので、単行本を買って、20ページぐらい読んでやめましたが、やめたのは私のことはあんまり言ってもしょうがないんだけど、なんか初め分かんなくて読んでたら、ああ芥川賞が書くような内容にちょっと見えてきたんですね。そこでなんかやめちゃったんですけども、先ほど読者との関係のようなご質問の中で2回目読んでいただいた方、内容が分かって、くださった方がいらっしゃって、その感想としてとても嬉しかったとおっしゃられたんですが、ということはやっぱり内容を知ってほしいというのが主目的なのか、そんならば普通に書けばいいじゃないかというふうにも思うわけですね。そこで嬉しかったというところをもうちょっと分析していただいて、なんで2回目分かったと言われて嬉しかったのかをですね、ちょっとそういう文体をわざわざ使ってるわけですから、はい、ちょっと教えてください。はい、内容っていうことと作品全体ということはちょっと違うことだと思いまして、結局何かその伝達したいことがあるとか何か主張したいことがあるとかそういう内容はないと言ってもいいと思います。何か自分で今まで誰も言葉にしなかったものを言葉の網でこう捉え込んで封じ込んで、それをただ読めばいつでもそれが立ち現れるというようなものが入ってるはずで、それをもし一言とか一行で言えるものならば初めからそれを言っていればそれで済むことで、これは作品全体をただ受け止めていただく以外にないことだと思っていますので、結局そうやって2度目に読んだらば面白かったとおっしゃってくださる方は別にその方も要約してこういうことを受け止めたということではなくて、作品全体を別にどこがどうとかではなくて、そのままただスポンとこうマリのように受け止めてくださったら、そういう受け渡しができることが私の作品のにとっての幸せだろうと思ってます。内容っていうのはその作品っていうものは大体別に内容と表記法なんかが別々のものではなくて、それを分からせるための文章なのではなくて、作品全体をただスポンとこう受け止める方は受け止めて、そこからご自由にいろんな受け止め方をなさればよいものだと、そういう立場でおりますので、内容っていうかそういう伝達しようという言葉の使い方ではそもそもないので、だから分かりやすくしようということではなく、なんかそういう自分の言葉に今までされなかったものを言葉にしようっていうんで、こうすればそれがこう捕まえられるのじゃないかということで工夫していくわけですから、そんなようなつもりで作っている作品です。あれ思うにある作品に対して強く反発する、反発するというのは大体その中に入ってるから反発するであって、あるいはなんとなくストーンと落ちてくるとか、
いろんなありますよね。おそらく作者としては、まあさっき嬉しいとおっしゃったのは、その場外にいるんじゃなくて、その中に入ってきて来てくれたっていうことですか、それは。そうかもしれないですね。あのこういうことのためにはもっとこういう表現をしたんじゃない、うん、方がいいんじゃないかとか、うん、そういうことではなくて、こうできてるものなんだし、うん、で書き手としては、ああここで手を離していいっていう、うん、書き手とは全然別の独立した一つのこうものとして作品っていうのは完成するものなので、そのままそっくり受け止めていただけたら一番それが嬉しいということだと思います。はい、どうぞ。すいません、2度目で。あのもう一つ聞きたいのはですね、あの、まあ、すごくユニークなその作品だと思うんですけども、やはりその今まで長い間、まあ、あの大学時代、あの早稲田国文だったということですけど、まあ、いろんな作品をたくさんお読みになったと思うんですけども、やっぱりそういう中でこう、まあ、それはもちろんその読むという行為と自分の中にこう入ってくるものは別だとは思うんですけども、あのどういうものに影響されたのかとか、あるいはそのご自身そのまあ非常にこう憧れてるっていうか尊敬してるその過去の作家というようなことがありましたら、ちょっとお聞かせください。はい、あの好きな作家とかたくさんありますし、あの、まあ、一種読み散らすというか、もういろ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 読みまして、あのいるんですけれども、直接あの私の場合はそれはもうそれであるんだから似たものを書く必要がなくなったっていうことであって、あの非常にまあ外から見れば多分似たところがあるとかなんとかあのおっしゃることもあるかもしれないけれども、自分としてはあの素晴らしいと思えば思うほどそれはもうすでにあるので、自分はそこにないものをあの作品にするしかないんだろうというふうに受け止めます。で、あの好きだっていう意味では、まあ、本当に源氏物語とかプルーストとかからジュネが非常に好きですけれども、あのそういう、まあ、あの私外国ができませんので全部翻訳で読んでるのでインチキなんですけれども、あのそういう翻訳ものでもあの本当に素晴らしいと思った作品っていうのはたくさんあります。ただ影響されたかと聞かれるとちょっとあのよくわからないんですけども、直接にはあの多分響いてなくて、ああこれはこういう素晴らしいものがある、じゃあ自分は別のことをしようという、なんかむしろそういう方向で、うん、あの本は読む方です。はい、どうぞ。あじゃあ先にどうぞ。すいません、何度も。今ですね、世の中の風潮が何でもこう物事を短く言う、あの就活とかですね、あのありますね。それで、それがその、あの人と人間関係でも、あの人はこういう人だと一回会った人のことを簡単にレッテルをつけてしまうみたいな風潮もありますし、あの名前をつけないと不安という心理なのか、分かりやすく分かりやすくしようというあのところがあると思うんですね。で小説もあのキャラクターをはっきりさせて分かりやすいものがもてはやされているというような風潮があって、あの読みにくいものは知らないとか排除するというようなところもあると思うんです。で黒田さんの小説はそれとことごとく逆行するような小説だと思うんですけども、あの世の中の風潮みたいなことに何かこうかお感じになって、ここは丁寧にしようというふうにつながっているのかなというふうな想像もできるんですが、その辺はいかがでしょうか。はい、あのそうですね、そういう例えば言葉をみんな略語にしてしまうとか、そういうのってたちまち10年で移ろってしまうことだから、そういうものには関わるまいというつもりはあります。あの結局語源に戻るってことは、平安朝から同じ言葉っていうのは生きてるものは生きてるわけで、そういうなるべくそういうふうにな言葉を使いたいっていう方向性としてはかなりはっきりあって、あの10年20年で消えてしまう言葉をあえて
使いたくはないので、それが一番今の読み手には分かりやすいかもしれないけれども、それはあえて使うまいと。だからよく回りくどい言い方だと言って苦情を言われることもあるんですけれども、だいたい物の名前自体をなるべくその用途で言おうとしてるんですね。よく皆さん例に挙げてくださるのが、例えば天から降るものをしのぐ道具、これが傘とか家とかを意味して、うん、てるわけなんですけれども、傘なら傘と言えばいいのにっていう、うん、考え方があるんですけど、うん、そういう用途とかそれから材質とかで言った方がよりもう少し元の言葉ではないかという感じがあって、そういう普通名詞さえも全部をそれやったらばくどいですけれども、別に例えば柔らかい織っていうのが蚊帳を意味していて、それは蚊帳ということが特に言いたいわけではなく、柔らかい織ということが言いたいわけですから、そういうふうに形容したり別の言葉で言い換えるっていうのも全てなるべく元に帰って、あんまり10年20年で変わってっちゃうような言い回しとか言葉とかはなんか自分では使いたくない、これは好みの問題かもしれませんけれども、使いたくないっていう意識はかなりはっきりあります。はい、じゃあ同じ、あ、はい、分かりました、はい、あとどうでしょう。はい、企画員の泉です。ちょっと控室でお話しさせていただいたんですが、今のお話聞いてて大変表現の問題とか言葉の意味の問題とかで、小説を書かれる方っていうのは、何を書こうとかね、先ほどからそのままとおっしゃいましたが、この75歳になられて大変長い人生の中で、普通の作家ですと人によってはもう徹底的にこれを取材して調べてとかね、それからあるいは私自分の私生活を非常にこう分析するとか、あるいは他人とかっていうことがあるんですが、その辺は黒さんはどういうふうにその作品と、そして自分がその構想、先ほどちょっと構想の話があるそういうものが何かあるのか、自分で意識していやちょっとこういうことを感じてみようとか体験してみようとかって、そういうことはかなり積極的にやられたのか、それとも感性のままなのか、その辺をちょっとお聞きしたかったんです。はい、積極的に何か外から資料を集めたり、それから自分が体験をしてみたりとか、そういう外から何かを取り入れるっていうことは一切しない方です。っていうのはそれ以前にむしろ幼児期から抱えてる自分の中の言葉にできないでいるものっていうものがずっと重くて、それを何とかしたいわけですから、それ以上何か外から取り入れるのは重くてとても私にはできないと思います。とにかくもちろん調べたりは絶対しない方ですし、体験もしたくてしたわけではありませんで、食べていくために仕方がないから、結構いろんな世界を覗きましたし、いろんな考え方とかなんとか見てくることはできて、もちろんそれは一度自分の中へ取り込んでしまえば自分なんですから、それも加えて自分の中の言葉にしたいものなのだと思いますけれども、あえてそれを外に求めたことはありません。はい、どうでしょう。はい、どうぞ。阿部と申します。この度受賞おめでとうございます。読ませていただいて、確かに本当に難解な文章が次から次と出てきて、ちょっと困難だなっていうことはあったんですけれども、私は読ませていただいてすごく絵画的なこう色彩的なものをすごく感じたんですね。それでもしよろしかったらお好きな絵がおありでしたら教えていただきたいと思いまして、よろしくお願いいたします。はい、絵は見るのは大変好きで、例えば本当に自分の専門でないことですから無責任に言いますけれども、
ギュスターブ・モローみたいな耽美的な絵が好きですし、それからクリムトとか一つこう様式をくぐったようなものが好きで、あまり写実ばかりではなく、そうかといって抽象ではなくて、なんか物の形は分かるけれども一つ様式をくぐっているっていうのが好みで、もしかしたらそれは多分自分の文章の作り方にも多少変えようのかなとは思いますけれども、なんか今あまり絵描きさんの名前がたくさんは出てきませんけれども、まあ日本画の方なんかも むしろ日本画っていうとやっぱり一つ様式をくぐってて、決して写実そのままではなくて、そういうなんか好みの傾向というのがあって、絵描きさん好きな人はたくさんあります。はい、どうぞ。個人会員の加藤と言います。大体同じ頃に同じところにいたんじゃないかなというような感じで、感想だけで結構ですから聞かせていただきたいんですけど。はい、感想。感想だけ。感想。感想というのはね、作品はね、僕もねちょこっと読んだんですけど、頭のことをちょろっと読んだだけで、今聞いてこれは読まなきゃいけないなとしきりに思いまして、これから読もうかなと思うんですけど、その前にですね、今の世の中の動きっていうのをね、黒田さんもどういうふうに、その感想だけで結構っていうのはそういうことで、例えば中国と日本の尖閣列島の問題とかですね、それが北朝鮮の問題とか、あるいはスポーツと体罰の問題とかですね、こういう問題をですね、その感想だけで結構ですが、どういうふうな解釈をしながら生活を送ってるのかなという、その辺をちょっと聞かせていただくと、作品に中に入っていけるんじゃないかなと、はい、ちょっと変な感じがしたもんですからお願いします。はい、本当に私はそういうことについては無知でありまして、もちろん新聞は取ってまして、きちんと読んでますから知らないわけではないんですけれども、自分が仕事をしていく上でそういうことが直接には関係しないんですね。それは非常に無責任かもしれないけれども、やっぱり自分がの人生でできることっていうのはある程度限られていますので、自分はこのことをと思って一つ決めたらばそれしてるしかないので、世の中のそういう情報っていうのは、それでその結果自分が不利な立場になって殺されるかもしれないとか、そういうことっていうのはもちろんあるんですけれども、それはもう仕方がないことだと思うしかなくって、そういう政治経済のようなことは自分が多分積極的に関わることではないと諦めをつけていて、そういう態度は良くないというもちろん考え方もあるんですけれども、私の場合は本当になんか最終的には一種の職人仕事みたいなものでありまして、本当に自分がこの作品を仕上げたいっていう、こう手作業にだけが熱中できることで、もしそこに外からの何か危険が迫ってきたとして、でそのことに自分が全然関わらないできたことの責任を問われるのかどうか知りませんけれども、まあその場合はその場合で仕方がないと。例えば子どもの時に毎日のように空襲警報が出て、学校特にろくに授業もなくて返されたっていうような経験をしてきましたけど、それはまあ自分が関わらない、戦争反対をしなかったからだというには、まあ子供すぎたのが子供だったから無責任で済んで、今それでは済まないとおっしゃられる方もあるかもしれませんけれども、私としては直接そういうことには関わるのは私の役割ではないというふうに、まあある時割り切るしかなかったです。はい、ありがとうございました。自分のことを考えるとあと10年75歳まであるんですけども
一体何が可能なのかということをまたいろいろ考えたりしまして、でもずっと一つの自分のことを追い求めて、それがたまたま芥川賞だったと、ということで、まあこういう僭越な言い方ですけど、一人の人間の生き方として非常に感ずるところがあります。今日はいろんなぶしつけな質問もあったかと思いますけども、ますます、売れることが目的ではないのかもしれませんけども、それは多くの人に目に触れた方がいいと思います。そして今日のこのお話しされたこと、こうするとまた違う読み方、もう少し我々も自由な読み方が可能かなという、今までのことにとらわれないで自分なりの読み方をしてみようと、そうする上で非常にいろんなことを学んだという感じがいたします。ここでおしまいにしたいと思うんですけども、今日は本当に、まだありますか。はい、どうぞ。せっかく指名をおっしゃったのに申し訳ありません。あと少し時間があれば、はい、と思うんですが、黒田さんは拝見して非常に若々しい感じを私は受けるんですけど、それはやはりその感性ということにご自分の関心があったということとやはりとても関係があるようにも思うんですが、先ほどそのおっしゃったことの中にその小学校の時に空襲があった、それから最初にお話になったことで言えば、小学校3年生の時が終戦で、5年生の時に金遣いが変わったというようなことをおっしゃいましたけれども、やはり黒田さんの頭の中では時代を生きてきたというようなそういうお感じ、あるいは時代から何か影響を受けたといったような、感想はお持ちでございましょうか。申し遅れました、はい、理事会の岡村と申します。はい、いろんな時代を経てきたっていうのはさっき申しましたように、そうやって外はどんどん移ろっていくものだって、ただ自分自身っていうのはその中でどうやってそれを受け止めて生きていくかっていうのは自分で選ぶしかないことで、いろいろ眺めてきたっていう意味では時代っていうものは非常に関わりはあったと思うんですけれども、ただ一つには今度の AB 三号っていう作品は実は私としては全く珍しく、そういう自分の生きてきた時代っていうものがそのまま年齢的には中に出てくる小児と言っている子どもと非常に重ね合わせた時代にしてあるっていうのは私の作品の中ではあれ最初で最後かもしれなくって、他はむしろ全く時代限定がない書き方の作品の方が多いんです。だからある意味ではあれ非常に私としては珍しく、そういう終戦を挟んでどんどん世の中のありさまが変わっていくような感じっていうのを、その通り自分の体験した通りのその時代の空気っていうようなものは珍しく出してる作品だったと思います。お答えになるかどうか分かりませんけれども、実際さっきおっしゃったように本当に外はそうやって文字遣いから何からどん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 変わっていってしまって、でも自分っていう個人っていうものはその中をやっぱり自分の判断で常にもうこまごまと選択を繰り返して生きていって、そうなったからにはそうなったことを肯定して進む以外ないんだろうという、そういう考え方に至るしかなかったっていうことですね。それではもうありませんね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
署名は、署名はそのものですね。そうですね。署名はそのものです。ということで、はい。どうも。はい、どうもありがとうございました。